妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよ姉ちゃん。今日の主戦車は、スチールハンターのイギリス戦車。ハービンガー、マーク4、でいいのかな？私も詳しくは知らないが、それで問題ないだろう。さて、それじゃあ早速敵を探しに行こうか。サーチ&デストロイ作戦だ。了解だよ姉ちゃん。お、レーダーに敵鋭あり。了解だよ姉ちゃん。サーチできた以上は、デストロイだね。うむ。そういうことだな妹よ。って、まずい。あれはドイツ戦車だ。対比だ対比。デイリーミッションのためにも、デストロイしなくていいの？ダメだ妹よ。ヘルスが減ってたり横槍ならまだしも、最序盤にやり合うには、分の悪い相手だ。幸い的に気づかれていないようだし、もっとかもれそうなのを探すとしようか。了解だよ姉ちゃん。お、さっきのドイツ戦車はあのまま北上したようだな。いいぞいいぞ。それじゃあ私たちは、アイテムでも拾って、快適に備えようか。わかったよ姉ちゃん。お、正面に敵がいるようだな。今度こそ仕掛けに行くぞ。了解だよ姉ちゃん。敵はアメ車か。勝てる。これは勝てるぞ。ナイス回復アイテムだ妹よ。よし、ナイス撃破だ妹よ。それじゃあ敵がいないか警戒しつつ、回復アイテムでも探そうか。了解だよ姉ちゃん。ここからしばらく、敵に出会えずアイテム拾いしかしていないので、4倍速モードでお送りします。お姉ちゃんお姉ちゃん。もっと積極的に攻めていかないの。攻めていきたいのは山々なんだけど、アイテムいっぱい落ちてるし、きっちり周辺がクリアかどうか確認しながらじゃないと、横槍が怖いんだよね。確かに横槍を食らうのは嫌だよね。うむ。そういうわけで、周囲の安全を確保しつつ、私たちの縄張りに入ってきたいものを、狩っていくスタイルで今日はやるよ。了解だよ姉ちゃん。今日はアイテムいっぱい取れるね。うむ。敵が来なくて寂しいが、アイテムいっぱいで強化がはかどるのはいい感じだな。敵を一両、1000ダメージしか与えていないのに、もうレベル6だね。うむ。おまけに残りの車両数も、すでに6両になっている。あと1両で500ポイントだね。と話している間に1両落ちて、もう残り5両だな。そして久しぶりの敵車両だな。これは、もぐもぐしに行くしかあるまい。了解だよ姉ちゃん。お、敵は私たちと同じイギリス戦車か。しかもヘルス1200ってことは、ほとんど強化されていないじゃないか。ふっふっふ、ここであったが100年目、私たちの養分となるがいい。レーダーには他の敵鋭なしだよ姉ちゃん。うむ、いい感じだな妹よ。これは赤エリアか、もしや、奥から黄色エリアに逃れる気かな。そうとなったら回り込むのみ。妹よ、なんかして敵の退路を塞ぐんだ。了解だよ姉ちゃん。って何？まさか私の裏をかいて、引き返していたとは。だが、レーダーの使用感覚の短い私たちに、そんな戦法通用しないぞ。ナイス撃破だ妹よ。これで、完全体、レベル7だね。うむ。究極アビリティがないのが残念ではあるが、そこはうまく立ち回ってカバーしたいな。究極アビリティ、取りにはいかないの。ちょっと距離があるし、あそこは縄張りの外だ。
横槍警戒を考えると、行くのは得策じゃないな。むむ、南西に敵営だ。残り車両はすでに3両だし、ここはもう行っちゃってもいいだろう。了解だよ姉ちゃん。敵は私たちと同じイギリス戦車か、あるいはフランス戦車か。終盤だし、厳しい戦いになるやもしれぬな。了解だよ姉ちゃん。そこか、敵はフランス戦車、ヘルス戦ってことは、強化は甘いと見た。ナイス撃破だ妹よ。おお、これは、究極アビリティ。最後の最後で、私たちの勝利の栄冠へのピースが揃ったようだな。やったねお姉ちゃん。残す敵は私たちと同じくイギリス戦車。私たちの腕の見せ所だね。うむ。ここは不意打ちに注意しつつ、相手を探すとしようか。了解だよ姉ちゃん。おっと、ここも黄色エリアか。レーダーに敵営、最後の勝負の時が来たようだな。了解だよ姉ちゃん。ナイスショットだ妹よ。同車両対決で先制攻撃を入れれたのは大きいな。あう、外れちゃったよ姉ちゃん。焦るな妹よ。まだこちらの方が有利だ。って、よりによって相手のいる位置がセーフゾーンか。これはまずいねお姉ちゃん。うむ。だが、ここが赤エリアになったら負けが確定してしまう。よし。敵は回復アイテムを使ったようだが、リキャスト分こちらが有利、ここは一気に叩くぞ。究極アビリティ、発動。よし、敵は究極アビリティの使用タイミングが一歩遅れた。これはいける、いけるぞ。ナイス撃破だ妹よ。やったねお姉ちゃん。そして1位になれただけじゃなく、ついに到達。レベル10を達成だねお姉ちゃん。うむ。デイリーミッションのポイント減とかで、レベル15は諦め気味だったんだけど、なんでかいけちゃったね。今回、1位にはあんまりなれなかったけど、5位以内とか3位以内に良くなったからじゃないかな。うむ。きっとそうだな妹よ。今回のスチールハンターでトークンが9個になったし、次回のスチールハンターで戦車をようやくゲットできるね。ギア級のプレミアム戦車、楽しみだよね、お姉ちゃん。うむ、それでは、ご視聴ありがとうございました。